は普通の絵本とちょっと違って変わってるなって思うのが、全面にイラストがあるわけではなくて、ちょっとぼやっと縁が描かれてて、それがまあ大きくなったり小さくなったり、真っ白の部分をこう埋めずに描かれて続いてる絵本なんですけど、よく見るとそのこの縁のちょっとこう滲んだテクスチャーとか、こういうページにちょっと見える淡いピンク色だったりとか、こう何回も何回も読めば読むほど発見があるというか、シンプルなものだから一度で満足っていうふうには思わせない魅力がすごく詰まっていると思います。本当に光が綺麗で、私がこの絵本をどこかで読んでいいよって渡されたとしたら、きっと自分が夜明けをこう迎えたい場所に持って行って、その夜明けと一緒にページをめくって、この絵と自分が目で見た美しい本当の世界とこう見比べながら読みたくなるぐらい、本当に絵じゃなきゃ表現できない夜明けの美しさと目で見る美しさを比べたくなるっていうのが、このまあ面白い部分というか、絵本のこうただただペラペラめくって絵本を読むっていう域を超えてる部分だなというふうに思います。もちろんこう人間の動きとかも魅力的で、すごくこうじんわり温かい気持ちになる部分あるんですけど、やっぱりその人間の登場人物の特徴とか、そういうこう動きとか忘れてしまうぐらい圧倒的に自然の強さというか、もうかなわない気持ちというか、それをこの特別大きすぎるわけじゃない紙の中で壮大さを感じさせてくれるっていうのは絵本の魅力だし、そのこう紙から飛び出すような気持ちにさせてくれるのは 3D じゃないのに感じられるっていうのは、あえて紙であるからこその特徴だと私は思いました。なんか立体的なものとかすごく高画質なものっていう風なのに囲まれて、今私も自身も生活してるし、すごくそれが当たり前のこう世の中になってるとは思うんですけど、もう紙の上で色をのせるだけでも人は立体的なものを想像するし、その場所に行ったような気持ちになれるっていうのをすごく証明してくれる絵本だと思います。私自身はこの絵本を最近知ったんですけど、日本での発行が1977年ってことなので、結構古い、かなりロングセラーというか、そういう絵本だと思うんですね。やっぱりそのもちろん古さは感じさせないんですけど、何でしょう、その時代にも感じる感動と、すごく物が発達して電子機器がたくさんあってっていう世界になっても感動するっていうのは本当に変わらない普遍というか、絵本の良さだなって強く実感しました。これはきっとまあ子供でも理解はもちろんできるし、感動もするし、すごいって気持ちにはなると思うんですけど、やっぱり大人が静かに静かに夜明けと一緒にこう読んでほしいような絵本だなというふうに思ってます。はい、こんな感じで今日紹介したのはこちらのユリシュリビッツさん作絵、瀬田定治さんが役の夜明けという絵本でした。ぜひ読んでみてください、よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。イラストレーターの後藤優香でした。ありがとうございました。